こんにちは、前川清志です。 まあ私たちも原爆そういったものでうちの姉であったり親戚であったりそしていろんな方たちまあ姉は疎開しておりましてまあ無事でございましたけども親戚の中には亡くなった方もいらっしゃいますでもそういったことが二度と起きないように長崎の人間として思いがあるわけでございます、えー、高田社長をはじめビファーレンそして応援なさっている皆様そして前川清みんなで願っております どうぞ皆様一丸となって平和のためによろしくお願い申し上げます。